その怠惰な異世界症候群、星3。クラス全員異世界転移させられたシナリオ。主人公は学園カースト最底辺のいじめられっ子でクラス全員異世界転移させられる瞬間に屋上から飛び降り自殺してしまったために、他のクラスメイトが全員異世界転移チート得点をもらった中、主人公だけは異世界転生だったために、ヒーラーとして転生という形で転移してしまう。クソ雑魚なめくじだということに切れた拉致をした犯罪国家は、主人公たちを異世界拉致するために大量の犠牲が必要であり、クズ王女は主人公をラストダンジョンに放逐する。ここから主人公の、お前ら全員ザマーしてやるからなというシナリオが発生するというナロー系の曲の作品。ここからはナロー系っぽい感じで、主人公はヒーラーのくせになぜかにじむらを悔しのザハンドみたいな空間を削り取る魔法を持っていたためにそれを使って、ラストダンジョンに生息するクソ強モンスターを倒しまくってレベルがカンストして、さらには、レアアイテムを収集しまくって異世界最強になる。ここからネタバレ。クソ強装備、空間倉庫とかクソレアアイテムとかを全部手に入れた後に地上に出て、メインヒロイン1の正義っての貴族のメスを仲間にして、正義っての仲間にすることで発生するクソ強盗賊撃退イベントを成功させたら魔族の王女みたいなヒロイン2を仲間にして冒険を始めながら、クズ国家に対して復讐する感じの結構よくできた漫画。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よろしくお願いします。